石戸悟の取材放浪記ここからはノンフィクションライターの石戸悟さんが今週気になった社会の動きについて語る石戸悟の取材放浪記今日はどんなお話でしょうかは,今日はです U2、ね、の,の,あのドキュメンタリー映画がですね、えーまあ、ディズニープラス限定とはいえですね公開されているんですね。はいでまあ、皆さんご存知 U2 <ー>といえばこれは、えー、iPad iP じゃねえアイ p o d かな <od> ね,ね時の,の CM ソングでおなじみ「バティーゴですね。で、うんえー、やったんですけども、まあ、とにかくボノ、bon、とあのボーカルのボ、bon、ノとそとギターのジ・エッジっていうのがいてその2人がアイルランドに帰る。 いや彼らダブリンがあの故郷というかルーツだから、うん、あのそこのアイルランドに戻っていくっていうああのまあ、ドキュメンタリーだったんですね。でまあ、アイルランドといえばというかボノとかエッジがいた頃のアイルランドそうだったらアイルランドといえばですね、えー、まあそのの紛争の、まあ、テロですねテロのもう真っ只中でアイルランドといえばああのさあ宗教の違いとかあの北アイルランドとねあのアイルランドのあの えまあ間の長引く対立構造などというのがありました、はい、でテロの時代っていうのは、<え>まあ本当にテロと横に、あのと隣り合わせの時代を過ごしていって、音楽にもすごく大きな影響を与えているということなんですよね。っていうのがあって、でまあ、アイルランドにボノとか戻ってた時は、大体何年ぐらいの話でか、うん、い最,近最近、最近、本当に最近の,、ねね、あの帰国というか、戻った時の、えー、追っかけた、の密着のロードムービーみたいなって、えー、最近のアイルランドの風景とかが入って、すげえいいんですよ。うん でも一人なんかその強いて言うとアイルランドのブルボンヌさんみたいな人がいて金曜スタジオ部員の, <laughs> のブルボンヌさんみたいな人があの登場するわけそのドキュメンタリーの中に、はい、でそれは、まあ、あの向,向こうの女,女装パフォーマー兼、えー、オピニオンリーダーみたいな人本当にブルボンヌさんみたいなポジションでその人はダブリンにあアイルランドに住んでたんだけどダブリンに届かせんだったんだけど。 あのー、当時のあまりにも保守的な同性愛とかに対して保守的な考えが支配する、あのーえー、アイルランドにも嫌気がさして、はい、なんと東京で、うん、その U2 と U2 も最初嫌いだったんなんな男臭いバンドでとかってっただけどでも,そのでもそれでもなんかだんだん U2 いいなっていうやっぱ東京に行ってそこでまた U2 のがあー魅力に気が付くみたいな話があってさ東京にいた のかみたいな、はあ、これはもしや2丁目とかにいたんじゃねえのみたいな感じのことをちょっと思って, <laughs> 出会ってるかも,こ,もかこの人のメイクのこパターンとかなんかどっかで見たことあるなと思ったら <laughs> ちょっとこれは2丁目っぽい感じがするとかっていうのはちょっと思ったのがまあさこぼれ話なんですけど、はい、まあそんな話もあって、まあ、そのでもそのアイルランドもさ同性婚があの2015年だったか16年だったかにもう認められたんですよでまあ、当時保守的だったはずっていうのもまあ過去のものになってった っってていう話があってそこもすごい感動的なんですけど、うん、あのそれだけじゃなくてねあの結構、まあ、U2 ってさそもそもすげえ売れてるバンドじゃないですか、ね、もう世界で一番売れてるロックバンドだ、うん、なんですよねツアーとかも2017年とか1 8年の時点で1年間で300億兆ぐらい稼げるツアーだけで<ー>みたいなぐらいもとにかく何万人動員何万人各地世界中でソールドアウトみたいなあの人たちなんですけど。 でもう一つの側面があるということは当然あの、えー、っと皆さんもご,んご存知かと思いますね U2 のボノといえば長らくあの発言するロックスターとして、うん、世界各国であのいろんなリーダーダ政治的なリーダーと会って、えー、金を引っ張ってきたりとか実業家からその、まあ、セ,レブセレブとしてね空飛ぶセレブとか空飛ぶロックスターとか言われながらいろんな人と会ってアフリカの貧困問題を解決しようとか、うんえー、その持続 可能なまあ,話とあの発展を目標にしようじゃないかとかあとはその、えー、エイズな問題とかね解決していこうじゃないかっていうようなことを、うん、まあ世界的にあの発信してきたあの人ですねで、うん、あのー、まあ自らの知名度っていうのをちゃんと、まあ、まあ言ってみれば利用して政治家とか実業家を巻き込みお金を引っ張ってきたりあるプロジェクトを立ち上げてみたりっていうようなことをやってきた人ですねであのー、まあこれもね 結構この活動に関してはあのー、批判がかなり多いんですよ、やっぱり。うん、それはそうですよね、の活動に対して。してそれは、やっぱり例えば日本に来た時にあに、安倍さんと会ってね、当時の安倍晋三首相とお会いして、やっぱ日本の貧困の支援とか、なんか約束したらですな、ね、ら、ね、やるよって,って安倍さんが。はい、それはなんかその、日本の姿勢は素晴らしいよねとかって言うんだうって。で安倍さんにこう えー、サングラスとかプレゼントしてははで自分がはけてるようなモデルのやつをで安倍さんがその場でかけてとかってやってたりとかしたパフォーマンスとかもやって、うん、で、まあ、これ見ようによったらあの、えー、なんでこんななんかそのまあねこう例えばさ あのいやこんな保守的な人とね、こんな握手なんかしてとかっていうような批判は当然ありますよね、アメリカでもあの似たように保守系の政治家と握手をして、はい、あのいろんなその支援の活動とか取ってきて、自分のライブに招待するなんていうことをやったときにもあの、これ、メンバーともすごい仲悪くなったらしいんです、一時期<ー>。ボノとエッジの間ですごい一時、険悪なムードになったのも、なんであんなね、保守的なやつと握手して、女を呼ぶなんていうことになってるんだみたいな,な、お前は一体どうなってんだ、その倫理観みたいな感じで、結構揉めたらしいん。 ずっと時期もあったらしいんですよ。で、それはまあなんかドキュメンタリーの中にもその書いてあるんだけど、描かれてるんですけど。でもまあなんかそのやっぱり僕その時に学生。まあ学生時代とかな社会人1年目とかだった時かまあ、なんかそのぐらいの時期にね。もうあのかつて筑紫哲也さんが司会をやられてた時のニュース23で2、はい。3で筑紫さんがそのボノのインタビューをしてたんですよ。<laughs> ですごく鮮明に覚えていて、で,でも記憶の間違いはないかなと思っていろいろ確認もしたんですけど、やっぱ記憶は間違っていなくて。うん あのその時にボノが言ってたのはあの妥協するっていうのは一体どういうことなのかって妥協っていうのは悪い言葉だと思ってるかもしれないけど実は自分はいい言葉だと思ってるんだっていうことを言ったんですねでこれはすごく面白くてあの要は自分がねもしロックスターとしてかっこいい生き方を選ぶとするならどっちかっつったらそれはあの抗議の場に立つ方を目指すよと悪いけどで今の自分はその意味でロックスターとしての生き方としては非常にかっこ悪い。うん とと思うとかっこ悪いなんで世界中の政治家と握手して回ってるんだったらあの民衆の側に立ってバリケードの前何でも作ってさ石でも投げた方がかっこいいだろうみたいなそうですねと。であのなんだけどあのでこの権力者の側に近づいてともすればこうなんておまたおべんちゃらを使ってとかって言われる思われるかもしれないような自分の生き方っていうのはやっぱりすごいかっこ悪い。 ロックスタまあね、われわれのイメージともね、うん、ちょっと違いますもんだけど、その時に、その後が続いてね、でも、これだけテロが横行した時代の,そのアイルランドが彼らのルーツだから、うん、それを知ってる自分たちからすると、この妥協するっていうのは、妥協するっていうことを学んだと、で<ー>妥協っていうのはあの、決して悪い意味だけじゃないだろうと、人間が持っている一つの才能、ギフトみたいなものだと。 いうことを言っていて、で、やっぱり、その、いろんな形で変えて。あの、他者と、あの、接点を持っていくとは、一体、どういうことなのか、っていうような話をしてたんですよ。で、やっぱ、妥協、悪いことじゃないって、それ、そうだと、僕も思って。 なるほどなと、うんうん、で、やっぱり何かとさ、ほら、折り合いをつけたり、妥協するっていう、し,していって、問題を解決が一歩でも前に進むんだったら、それでいいじゃねえかっていうようなことを、まあ、あのボノは言ってたんですよね、で、確かにね、その前に進め,前埋めるよりも、うん、抵抗する側に回って、自分のポジションを置いていくっていう方が、 あの表現者としてかっこいいじゃねえかって、これは多分、多くの世界で共通してることだと思うんですよね、まあ、日本でもそうでしょう、でもあの、たとえかっこ悪くてもね、その事態を前に一歩進めて解決に進めていこうじゃないかっていうのがこれを、これがやっぱり僕は政治の考え方だと思ってるんですよ。だからその意味では,は政治的な 人だと思ってますすごい政治的な人だと思う。うんうん、ピアな表現者ってよりは政治的な人間だと思うけどでも別にその政治的な人間であるっていうことが悪いとは全然思わない。政治っていうのはやっぱり何かを前に進めるためにあの合意を取り付けていくことだったり。 するからで、その時のあの何かを変えていくために妥協が必要となっていくんだとするならば、それは折れてもいいだろうと。うピュアなカリスマをね、選ぶのか、それともその妥協する政治家をね、えー、の方に、格好良さを見出すのかっていうっていうのは、結構これ、実、あの、面白い問いで、僕は、あのおこ、ちょっとね、あの、大人になるにつれて、だんだんこう、現実とちゃんと妥協していく、その汚い、多少汚いところはあるっていうかさ、 決して美しくはない、ね、だけど、なんかその、決して美しくはないけど、なんかでも、その、美しくはないけど、輝いてるものっていう、政治的な行為に対しての、なんか、見方っていうのは、僕はだいぶ、今は変わってきてて、で、そのドキュメンタリーを見て、改めて、あやっぱいいなと。おこの人たち、いろいろ批判する向きもあるけど、でもやっぱり、それでいいんじゃないかな、つの、やっぱり、ちょっとね、汚いけども、あの、それ、かっこ悪いかもしれないけど。 やっぱ輝くもんあるよねっていうのを改めて認識したとあ<ー>いうことですね。妥協は、ね、人間のの一つの才能っていう、ね、というようなことを言ってたんだよ、うん、なんかでも折り合いを見つけていくっていうことって決してその人の立場を放棄するっていうことじゃないから、うん、でもなんか一見すると外から見るとああもうこれで取り込まれちゃったみたいにすぐこう意味付けされちゃうけど <laughs> そうではないわけですよね。そうそうではないいっていう、うん ことでやっぱり何を目的とするかとかその目的がぶれてたらだめだとは思いますけど、うん、その目的がぶれていないとするならばなんかやっぱりいろんなパターンがあるんだっていうこの人間の営みの中にはいろんなパターンがあり得るよねっていうことを改めて思ったんですということ今日はロックバンド U2 のボノに学ぶ「妥協の力」というタイトルで石戸悟の取材放浪記このコラムはポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけますぜひチェックしてください。